どうも、丸彦です。ダークソウルの実況しているとですね、よーく漢字の読み間違いとかを指摘されるんですけどね。ちゃうんですよ。ゲームに出てくるような漢字がわからんってだけで、一般の漢字ぐらいはお茶の子さいさいなんですよ。だって、うちの同級生にヒモリメとかおらんかったし。ということで、今回はこの漢字テストやっていきたいと思います。ちなみにですね、このテストは連続5問正解したらレベルアップするらしいんで、はい、レベルアップしたら丸彦の勝ちということで、はい。ではでは、スタート。よっしゃ、一発でクリアしてるで。あ、飛べる。わかる、飛べる。と、あ、滑るや。あ、来た。なやろこれ、とりあえず。樹脂。樹活。え、樹語。え、樹素。樹素。何それ。どこで使うの。来い。あ、これわかる。脚立。行、きょ、あんぎゃ。アンギャ何それ。そんな赤ちゃんの泣き声ぐらいやろ、アンギャとか使うの。いや、こんなんわかる日本人、いいひん。そろそろ正解したいです。あ、これわかった。よく言われるコメントで。ええ嘘。当時、漢字、何字やねん。工事、東屋。こんな感じ、学校で習わへんかった。やっぱこう丸彦向きな感じで来てほしいね。こう、オッケー、これはわかる。さすが、書けないが読める。いや、でも一生使うことなさそう。これいけるぞ。おっしゃる通り、あ、違う。おっしゃる通りでございます。老舗。あれ？え？え？え？わー。こまるひこが聞いてたのと違う。やっぱみんなの発音が悪いからさ、やっぱこれなんかみんな老舗って言ってたもん。まあこう聞き間違いやから、これは、読み間違いじゃない、聞き間違い。いけるよ。わかった。これは逆鱗やん。逆鱗に触れるとか言うやろ。え、ちゃうの。え、他に何。あ、逆鱗か。いや、多分これはよくある間違いやと思う。来い、もうこれは、これをラストや。これをラストとする。来い。これをラストとする。これラストや。あ、これわかる。ちょっと待ってな、一応。あって、え、はとばしる。走る。え、おごる。え、ごちそうするとかのおごる。そんな感じやっけ。うわ、さあ、気を取り直していきましょう。いい。松井。ただ、なんやろ。ちょーい。まあ、いいわ、合ってたな。いいわ合ってた。よし、行こう。よ、聞け。あ、わかった、これ。これ、たしなむやつやろ。証拠や。え、ちゃうの。え、待って。証拠。ちゃう、なに、思考か。証拠ちゃうかった、これ。ほんまに合ってる？ほんま？ほんまか？思考ってほんまか？合ってるか？
ほんま？そう。漢字の読みがな、読みをひらがなで送る。ああ、とどろく。とどろく来い！とどろく来い！とどろく来い！ん？うん。ああ、はい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 。わかったわかったわかった。ちゃうの？いや、てか、ダシはないやろ。あ、これは秋に美味しいやつですね。え、ちゃうの？え？あ、ちゃうわ、これ。しおりや。何が秋に美味しいやつや？恥ずかしい。ちょっと待って。え、待って待って、何やろ、これ。確保。え、白保。そんなアニメのこうなんか効果音みたいなんですか、聞いたことない。よし来い。これはニュースとか見てたらわかるやろ。あれ、あ、読み方変わった。みそか。いや、もうこれはもうギリギリ正解やろ。あ、これはわかる。めくらまし。枕増しちゃう。え、ちゃうの？ね、何？穴があったら入りたい。なんかいけそうな気がしてきた。わかった。くせ者。おお、来た。よみがえる。よみがえる。おえつ？おー、来た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 。これはね、つい最近しましたよ。解釈。来た。あ。来た！クリアー！来たー！あ、レベル2もあんのか。一応やるぞ。これはどこまでいけるかっていう。のもうここ、ちゃうの？なに？もう、しゃじ、あ、ダクソン出てきた。あー、モンスターか。いや、でも割と頑張りました。いただきました。レベル2クリア。よくね、コメントとかでこいつ学校行ってへんかったんちゃうかっていうとか言われたりしてたけど、いやいや、ここまでできるんすよ、実は。そう、今までね、やっぱ発揮できてへんかった部分は多かったけど、ここまでできるんすよ。ま、みんなも丸一個みたいになりたかったら、ちゃんと勉強するんやで。むねねー。